先生、私たちが今取り組んでいる高校野球は少子化のあれを受け、学校数や部員数が減少しています。私たちが大好きな球を未来永劫発展させていけるよう懸命に取り組むことが私たちに課せられた使命だと思っています。首位関東地区高等学校野球大会にて、ここ群馬県が誇る縄文三山のように勇ましく堂々と見ている方々の心を動かす全力疾走全力プレーをすることを誓います。令和6年5月18日選手代表高崎健康福祉大学高崎高等学校公式野球部主将岡山春斗。